ゴールデンウィークも明けて、ちょっと今週は1週間特に長く感じたという方も多いんじゃないですかね。で、かつですね、今週1週間はなんか雨が降ったりやんだりで、なんかこう季節が昔に比べると1ヶ月2ヶ月ぐらいずれてる、まさに梅雨みたいな感じですけどね。ほんとこう湿気も多くてですね、ジメジメしてて、なかなかちょっとテンションも上がらないといった方も多いんじゃないでしょうか。今日の動画はですね、またケルヒャーにまつわる動画をちょっと作っていこうと思っています。僕はですね、別でもちょっと動画を作ってるんですけども、ケルヒャーの高圧洗浄機、これを愛用してます。これほんと便利なんで皆さんにおすすめしたいんですけど、まあ僕はこの高圧洗浄機を使ってですね、バルコニーであったり道路周り、それからまあ庭近辺であったり、あとは車の洗車とかですね、ベランダの掃除、それから窓ガラスの清掃とか、ほんといろいろ応用が効くんで、ほんと買ってよかったなと思う製品なんですけども、実はこのケルヒャー、まあドイツのメーカーなんですけど、高圧洗浄機と一緒にですね、もう一つ有名なものがあるんですよ。で、それがですね、スチームクリーナーって言われる、いわゆる高圧の蒸気を出して、まあ部屋周りをきれいにしたりとか、あとは除菌をしたりとかってする清掃道具があるんですね。で、僕、まあこれ今まで持ってなかったんですけど、嫁ちゃんがやっぱりうちフローリングがあるんで、フローリングのですね、まあ皮脂汚れとかそういうものっていうのをやっぱ一度きれいにしたいな、みたいな話があって、まあなんか機会があった時にちょっと考えるかなんて思ってたらですね、今結構ですね、メルカリとかラクマとかっていう、まあそういうところでですね、結構その新古品みたいのが流れてて、まあ今回ですね、ちょっとタイミングがあってですね、非常に格安で手に入れることができたんですよね、新品を。今日はですね、その製品をちょっと紹介する動画を作っていこうと思います。じゃあ早速ちょっと製品を紹介しようと思います。僕が仕入れたですね、スチームクリーナーはこちらになります。じゃん。まあ片手で持ち運びできる感じですけど、ちょっとまあケルヒャーのスチームクリーナー、よくご存知の方は知ってると思うんですけど、変わった形してるんですよね。この製品はですね、ケルヒャーの家庭用スチームクリーナーの SCJTK の20っていう製品になります。で、この JTK っていうのはですね、インターネットで検索してもなかなか出てこないと思うんですけど、これ実はですね、ジャパネット高田のオリジナルモデルなんですよね。なので発売時点でもう6、7年ぐらい経ってるのかな。結構ロングセラーでずっと売れてる製品らしいんですけども、一般の市販のモデルで言うとですね、SC2 って呼ばれる、スチームクリーナーとほぼ機能的には変わらないといったものですね。で、僕がこいつ気に入ったのがですね、まあ見てわかる通りデザインが結構かっこいいんですよ。かつですね、普通ケルヒャーのこういったスチームクリーナーって横にこう長いんですけれども、で、僕がスチームクリーナーをなかなか仕入れなかった理由の一つとしてですね、やっぱり収納に困るじゃないですか。まあ高圧洗浄機自体は外に出しておくベースで、僕とかっていうのはまあロッカーみたいなやつに入れてるんですけれども、スチームクリーナーはまあ家庭内で使うんで、やっぱりコンパクトに収納できるっていうものが一番いいわけなんですよね。で、今市販で売られてる SC1 とかってやつは非常にコンパクトなやつ売ってるんですけども、稼働時間が短かったりとかってするんで、やっぱ実用性がないかなっていうところで、まあ、ずっと考えてた中でですね、実はこの、市販でいう SC2 とほぼ同じスペックの、このジャパネット高田モデルのですね、JTK20 っていうのは、まあ、稼働時間も実は30分っていう形でほぼ変わらない。ほぼ変わらないっていうか一緒ですね。で、水の容量も1リッターっていう形で、多少ちょっとですね、原価自体で言うとやっぱジャパネット高田モデルのこいつの方が高いんですけれども、非常にその分ですね、コンパクトで、これ重量が 2.7 キロくらいしかないんですよね、本当に。女性でも結構持ち上げやすい重量だと思います。かつですね、こいつ、後ろにこう、わかりますかね、この四つ角にですね、こういった車、キャスターみたいなやつがついてるんで、まあ、掃除機みたいに自由自在に動くわけですよ。まあ、そういう部分で言うとですね、取り回しもしやすいし、デザインも何しろ可愛いんですよね。という形でちょっと気に入って、仕入れた感じです。で、早速じゃあこの製品のですね、オプション周りというのをちょっと説明していくんですが、このジャパネット高田モデルってですね、結構やっぱりオプションがすごい豪華なんですよ。市販の SC2 よりもいっぱいついてるんですね。じゃあちょっとそれを紹介していきましょう。
まずオプションでついているものですね。まずは、一番の目的であったフローリングとか床を掃除する用のフロアノズルっていうやつですね。でこれ、イージーフィットって言われる、まあ、SC2 の今最新版で出てるやつと同じ仕様なんですけども、こうベルクロ、まあ、マジックテープですねにくっつくようになってるんですよ。なのでこれもセットでついてますけども、こういったですね、マイクロファイバーのやつにペタッとこう簡単にくっつけることができるんですね。で剥がすときはこれをペタッと剥がせるといった、こういったフロアノズル、それからそれに対してのマイクロファイバーがついています。でそのフロアノズルをやるときにですね使うパイプですね、これが2本ついてます。でこれこのような形でガチンと長くして掃除機みたいな使い方ができるんですね。取り外すときも簡単で、これを押しながらこう取るといった形のものがついています。で次がですね、よいしょ、こいつハンドブラシって呼ばれるものです。でこれは、例えばソファーの上であったりとかですね、シンク周りであったりとかっていうのを同様に蒸気で除菌したりきれいにするような道具です。でブラシがついているのと、これも合わせてマイクロファイバーのこういったものがついてますので、こうゴムになってるんですよね。でこれでカバーでつけて蒸気をやりながら拭くといったようなものがついてます。でこいつで次がですね、こいつです、ノズルヘッド。まあ、要はこの先端ですね、ここの部分にくっつけまして、ここから蒸気を出す用の基本的なものになります。このノズルヘッドとその先につけるブラシがついています。でこっからがこのジャパネット高田のですね、オリジナルというかですね、市販の SC2 にはついてないものなんですけども、まずはこいつ、じゃん、水を測る用のケルヒャーオリジナルですね、軽量カップ。この JTK20 っていうのは、先ほど説明した通り、水の容量でいうと SC2 と同様に1リッター入るんですね。で、稼働時間は30分っていう形になるんですけれども、それをこの軽量カップで測ることができます。こいつは SC2 には確かついてないですね。で、それから、窓用のですね、スクイージー。こいつがついてます。これ要は蒸気が出たやつをこう水水滴をバーッと落とすやつなんですよね。こいつが市販でついてます。まあこういうのも100均で売ってるから別にいらないって人もいるかもしれないですけど、結構ね、しっかりできてるんですよ、この辺も。ゴムとかっていうのも100均で売ってるやつよりもかなりしっかりしてる感じですかね。これゴムも取り外しできるように多分なってると思うんですけども。で、これがちょっと残念なのが、まあこういった延長棒につくのかなと思ったら、実はこれつかないんですよ。なので、せっかくここ穴開いてんだったら、これと同じ口径にしてくれれば延長して高いところもできたのになと思うんですけど、残念ながらつきません。なので普通にこうやって手で持って使うようなやつですね、というものと、で地味に僕が嬉しかったのはですね、こういうものもついてんですよ、じゃん。これですね、オプション品周りを、収納しておく用のネットがついてんですね。結構こう腰があっていい感じなんですけども、これ結構長さが長いので、延長ノズルとかっていうのもこういう形で収納しておくことができるんですね。なので、こいつ本体がコンパクトで、で後で見せるんですけど、この本体にですね、アクセサリー周りっていうのもこう付属することはできるんですけれども、ちょっとかさばるわっていう方はこういったものにですね、オプション周りを入れて別で収納しておくっていうのもいいかなというふうに思います。で、まあこういった豪華なものがついてるんですけれども、よいしょ、ちょっと先に本体の方の説明をしていきましょうかね。よいしょ。で、こいつ本体はですね、まあ今コード巻いてますけども、よいしょ。見てわかる通りですね、この電源ケーブルとホース付きのノズル、こいつっていうのがもともと脱着できないようになってですね、まあ高圧式なんで当然だと思うんですけれども、こういう状態になってます。で、収納する際にはですね、よいしょ。まあ、先ほどずっとやってたように、こういう形でケーブルを本体に巻いといてあげればいいので、非常にコンパクトに収納ができるという感じなんですけれども、よいしょ。でちなみにこの電源ケーブルの長さ4メーターあります。ですごいやっぱりしっかりしてんなっていうのは、こうやってケーブルがまとめられるようなこういうものも事前に最初からついてたりしますね。まだ使ってないんでこういうケーブルも巻いてますけども。でこれが本体なんですけどね。
で、この本体側、ここがですね、水を入れる口になってます。こう回して開ける感じになるんですけども、よいしょ、この中に水を1リッター入れる感じですね。で、ここちょっとくぼみになってるんで、水がこぼれたとしても、まあ、この外には落ちないような工夫がされてます。で、ちなみにですね、ここに水がこぼれた場合っていうのは、高圧のこのスチームクリーナーを使う際にですね、そのままにせずに先に拭いてからやった方が、このゴムパッキンとかが劣化しないらしいです。で、ここに入れるという感じなものと、で、電源スイッチ。電源スイッチがですね、この後ろ側についてます。これがオン、オフ、これでオンみたいな形になってですね、シンプルな形になってます。で、この辺にいろいろ溝がありますよね。で、これが何かというと、先ほど説明したですね、オプションをさせるようになってんですよ。じゃん。ちょっと長さ高くて見えませんが。で、そうすると、ここもですね、溝があって、こういうものがこんな感じで刺せるようになってんですね。で、かつこの先端の方にこういったオプションをこうやって刺しておく。よいしょ。で、もう片側もこういったやつを刺しておくという形にして、で、電源コードケーブルをまとめておいて、で、こんな形かな、よいしょ、こんな形でまとめると、基本的にですね、オプション周りっていうのは全部この本体に一括で収納できちゃうんですね。ちょっと別で写真を載っけておきますけども、なので、オプション周りを別で保管したくないわって方も、こんな形でコンパクトに収納することができるんですよ。で、幅も取りません。非常にいい感じなんですよね。じゃあ早速ですね、実際にこの製品を使ってみようと思います。じゃあ早速これ本体使っていこうと思います。まずここにですね、お水を入れていくんですけども、このジャパネット高田のモデルは軽量カップがついてます。で、200ml かなの軽量カップがついてますので、今1回入れてきましたけど、1リットルなので、これをだから、5回かな、5回分入れるような形にします。これ、こぼれたらですね、閉める前に先ほど言ったように拭いた方が劣化しないという感じですね。これを5回繰り返します。低いところからやった方がいいですね。いやいや、ちょっと多すぎるよ。ちょっとこれだと危ない。ね、ちょっと今入れすぎたので調整しましたけど、ここの水回り、ここを必ず拭いておくことですね。じゃないとやっぱり熱でですね、カルキが固まるらしいので、必ず拭いた状態でこれを最後までキュッと締めます。そしたらば電源を入れます。今コンセント入れて、続きましてここについているこの電源をオンにします。いきます。そうするとですね、ここのライトがつくのが分かると思います。分かりますかね、赤く光ってるのが、ここですね。で、これが今ですね、熱を加えて沸騰させてますよと、ボイラーを熱くしてますよというサインです。約6分間で、準備ができるようです。じゃあ6分間待ちましょう。で、準備している間に、このイージーフィットって言われるやつですね、こいつにこの、タオルを、マイクロファイバーをくっつけます。はい、上に上げてみてください。はい、こんな感じで簡単にくっつくんですね。すごく便利です。で、ちなみに剥がすときもビリビリッと簡単に剥がすことができます。はい、で、つけるときはベタッとやれば、上に上げてみるとくっついてるという感じですね。すごく便利です。今これランプが緑色に変わったのが分かりますかね。これで一応使用準備が完了という感じになります。で、ちょっと注意をしなければいけないのが、使用する前にですね、
最初の部分っていうのは蒸気は安定しないので、何回かですね、完璧ないわゆる水蒸気になるのを、確認するために、試しに蒸気をちょっと出してみます。今シンクにやってきましたけども、まずはですね、使用する前に必ずここの、これ電源ボタンというかですね、蒸気の設定ボタンなんですけども、これがオフになっているのがまず基本的なところです。で、このスイッチをですね、立ち上げるとこれ弱、一番上にすると強といった形で蒸気が出る形になります。まず沸騰したての時にはですね、蒸気が安定しないので、こういった、シンクの水回り等で一回蒸気を出します。じゃあいきますね。わかりますかね、ちょっと水が出ている。これを何回か繰り返して蒸気になるまで、これで完全な蒸気になりましたね。これで OK です。これで準備完了なので、先ほどの、延長パイプを付け直します。今ちょっと玄関にやってきたので、試しにこの玄関のフローリングを、掃除してみましょう。で、今このオフになっている蒸気熱をオンにします。で、かけます。いきます。お、うわ、すごい、うわ、すごい、やっぱ最初水が出てる。うわ、結構濡れるな、俺。で、フローリングをこう掃除するコツは、3秒蒸気を出して3秒拭くということを繰り返せというふうに書いています。結構濡れますね、これ。おー、3秒やって3秒拭くみたいな。なんかでもツヤが出てきてるような気がする。うん、すごいすごい。でもなんかこれ、ちなみにですね、除菌が 99.9% って書いてあったんですけど、米印がついてて、そこの米印をちょっと見てみたらですね、同じ箇所に30秒蒸気を吹きかけてっていう条件があるので、できるだけやっぱり蒸気は高温で出しながらやった方が多分除菌にはなるんでしょうね。ただこのフローリングをきれいにするのはすごいですね、拭き掃除がめちゃくちゃ楽だと思います。掃除機みたいなもんですよね。なるほどなるほど。すごい、なんかテカリが出てきましたね。僕はフローリングにワックスとか特にかけてないんですけども、すごいですね、ツヤが。嫁ちゃんがかけた方が上手ですね。はい、じゃあちょっと裏側を見せてください。どれぐらいな感じになるのか。あー、でも結構汚れ、まあやっぱうち綺麗にしてるんであれですけど、それでも色はつきますね。なるほどなるほど、すごいですね。取り回しもしやすいですよね、小型なんで。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。いや、今玄関にも来ましたけど、玄関も乾きましたね。すごいピカピカになったね。皮脂汚れある？ね、すごいね。これはいいと、使いごっちゃうと、いい。掃除機かけるみたいだもんね。これさ、あれやり慣れてくると多分蒸気もね、調節できるとそんなにベタベタにならないと思いますね、これ。いや、これはいい。いいね。いかがでしたでしょうか。今日はですね、ケルヒャーの家庭用スチームクリーナーの SCJTK の20
ジャパネット高田のオリジナルモデルですね。これの紹介動画でした。この製品自体はですね、発売されてからもう多分6、7年経つモデルなのかな、ちょっとよくわかりませんが、それぐらい経つと思うんですけど、今でもジャパネットさんで売られているロングセラーの製品となります。でちなみにちょっと紹介し忘れたんですが、製品の中にはですね、こういった取扱説明書とお掃除アドバイスブックみたいなやつもついてたりするので参考にしてください。まあ、非常にやっぱりスチームクリーナーってなるとかさばるし、どこに収納するのよっていう課題があると思うんですけども、まあ、結構コンパクトにまとまるので、まあ、あれこれを機にですね、ちょっと一回、まあ、部屋の除菌含めて興味があるわっていう方はいろいろ調べてみるといいんじゃないでしょうか。今日はですね、ケルヒャーの家庭用スチームクリーナー SCJTK の20、これを紹介した動画でした。動画の最後にはチャンネル登録のリンクも貼り付けてありますので、気に入っていただければ皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。除菌もできて家の中もすごく綺麗になりますので、お子さんがいらっしゃるご家庭にも非常におすすめできる製品かなというふうに思います。